クレートハイランドバグパイプの演奏者バグパイプは、リード式の民族楽器で、項の取り付けられた数本の音管を留め木袋につなぎ、溜めた空気を押し出すことでリードを振動させて、音を出すものである。バグパイプの発生原理は有効木管楽器と同じであり、一種の記名楽器ではあるが、必ずしも、一般的な意味での、吹奏楽器ではない。早期方式として、人の呼気を用いるものと、 不意語を使うものとがあるが、いずれも止め木袋の大圧で音管に送る空気の量を調節し、区切りなく音を出し続けることができる。旋律を演奏する主唱管のほかに、しばしば一本ないし数本の通奏管がつき、同時になるそうされる。日本ではスコットランドのものが有名であるが、この他にも独自のバグパイプがアイルランド、イタリア、スペイン、ポーランド、トルコ、 バルカン半島といった広い範囲に存在している。スコットランドの代表的なバグパイプであるグレートハイランドバグパイプはアイルランドやスコットランド移民の多い北米やオーストラリア、ニュージーランドでも盛んに演奏される。また、インドをはじめとする旧イギリス帝国植民地諸国では軍事パレードで旧宗主国由来のバグパイプによる軍楽隊が使われることがある。 2008年10月12から19日にはパイプフェストジャパンとして毎年世界各国で開催されているパイプフェストが関西を拠点として開催された。2015年にスロバキアのバグパイプ文化が2017年にはアイルランドのイリアンパイプスがユネスコの無形文化遺産に登録された。エジプトのアールグール、イラクのマトブチなど西アジアから 北アフリカに見られるドローンとチャンターを兼ねた副官を備え、循環呼吸で演奏される笛がバグパイプの原型と考えられている。これが少し発展し、氷炭やココナッツで作られたリード質を持つ者がインドのヘビ使いの使うヘビフプーン機などである。その後に現れた循環呼吸奏法をしやすくするために、リード質を布や革の袋にした者が初期のバグパイプと言える。 中には、ドローンの数を増やした発展型もある。参謀なトルン・ドゥーダといった東、ヨーロッパ・バルカン半島近辺のバグパイプの仲間が、これにあたる。次の世代として、チャンターにダブルリードを採用しようとに針を持たせたた、ものと、革袋を不意形にしたもののに系統がある。前者の代表例が、スコットランドのバグパイプであり、後者の代表には、チェコのドーディなどがある。 フランスのミューゼットは日系統の技術を合わせ持ち、その音楽はフレンチアコーディオンへと発展した。また、アイルランドのイリアンパイプスは巨大な補助笛ごと、レギュレーターを持ち、革袋を必要としなくなっている。バグパイプは西洋の言語では少なからず複数型で呼ばれる。この場合には例えば英語では、一式のバグパイプは A セットオブバグパイプスとなる。 バグパイプカルチャーアンズボアンズボ、ハット AB 若林忠宏、もっと知りたい世界の民族音楽東京堂、出版、2003年、ISBN4 億4 9 0百2万504、XP アニッシモ、229から232。ありがとうございます。